はい、こんにちは。ザ・ゲームチャンネル、ハルキリキューでーす。今日ね、ご紹介したいアイテムはこちら。クリプティッドですね。しばらく前にですね、私のですね、まあ主に米国系とかのタイムラインで結構人気で流れていてですね、その時私まあちょっといいかなと思っていたんですけど、何分ですね、このね、箱絵のアートワークと私ね、怖くてですね、ちょっとこれいかんなと思ってやめておったんですが、いろいろタイムラインとか見たりですね、まあ海外表を見ているとですね、これ、プレイヤー同士のですね、これ推理物なんですね。いわゆるですね、誰がどこで何をなんてね、当てるね、ミステリーもののね、推理事件のゲームたくさんあるんですけども、これもそれに近い。このウームですよね。未確認生物がどこに住んでるかっていうのを当てるっていうですね、一風変わった設定のゲームになっておりました。というわけで今日はこちらですね、クリプティッドをご紹介したいと思います。はい、こちらクリプティッドですね。まあ最初のね、オープニングに言いました通り、これ推理ゲームなんですけども、この箱のアートワーク、この裏の明らかにですね、こんなゲームありますよね。いろんなね、キングダムホナララとかいろいろあるわけですけども、明らかにどこがこれ推理ゲームやねんっていうんでですね、この箱のテイストも私騙されておったんですが、この未確認生物たちがどこに住んでいるのかというのを少しずつ手がかりを各プレイヤーたちが持っていて、それを当てましょうと。まあそういうですね、非常に変わったテーマのゲームになってるんですね。まあ非常に興味深いので、早速中の方に上げていきたいと思います。はい、こちらですね、コンポーネントを意識出してました。まあ、こちらがね、各プレイヤーがね、持ってるコマですね。四角っぽいキューブって言われるやつと、丸っぽいディスクってやつね。これ一人、両方持ってるんですね。こっちのね、キューブとディスクっていうのは、まあ、両方持っているっていうのはあります。これが各プレイヤーがね、いわゆる推理をするために使うコマなんですね。で、これと、こっちのはもともとね、こっちのマップを今から組み立てていくわけですけども、マップの方に最初からある建物とか廃屋とか表すわけですけども、これがここのマップ上に置かれていて、まあ、ヒントをね、形成するためのコマというのがあります。これで全プレイヤー共通のとこになってます。で、どうやってプレイするかなんですけども、このゲーム、最初言いましたように、このマップの中に未確認生物がどっか住んでるんですね。で、それをみんなで当てていきましょうってことなんですけど、まずセットアップからユニークになってまして、ここにカードがね、大量にあるんですけども、この縁が黒いのと白いので、まあ難易度が違うわけなんですけども、どっかのマップを選びます。選んで割ると、ここなんか数字書いてますね。2、5、3、1、4、6と書いてあって、この通りに、ここ、ちょっと見づらいんですけどね、ここに数字があるので、この順番並べるんですね。試しにこれ並べてみますと、ざっとこんな感じなんですね。ちなみにさっきの数字がですね、これの、ここに来るのか、ここに来るのか、どこに来るのかっていうのもここに書かれているので、必ずしも数字がね、同じ方向に並ぶわけじゃないんですけども、それでまあバリエーションを作ってるんですけども、こんな感じに、このカードの指定された状態で、ここのまずマップを作るんですね。で、さらに、このマップの中になんか三角とか四角とかいろいろ書いてると思いますけども、これに従って、これらのコマですね。で、これらのコマを配置していけば OK。これね、まあ、カードを指定された通り置くので、全部使い切るわけじゃないマップも当然いっぱいあるわけですけども、これで OK なんですね。これで準備 OK なんですね。ちょっと待てと。まだマップができただけで何にもわからないじゃん。ね、何が答えだねんっていうのがあると、実はこれ答え何も書いてないんですけど、このカード。裏に書いてるのはこれですね。これ、3人、4人、5人でプレイできるゲームなんですけども、3人の時にはこのなんか3つアルファ、ベータ、ガンマとかありますよね。これの番号が書いてますよね。4人の時はこれ、5人の時はこれって書いてますけど、これに実は対応するこの5種類のこっち、そのままアルファ、ベータ、ガンマとかなっているヒントブックがあるんですね。なので、例えば3人でプレイするんだと、ここの3つのアルファ、ベータ、ガンマを使いなさいよと。で、アルファを例えばもらった人は、17番を見ろって書いてるんですね。17番をこれで見ると、まあ、ここはね、これ英語版なので、まあ、これ英語読まないといけませんけども、これの17番見てみると、実はここですね、この、ここ黒っぽい仕切りはこれ熊のテリトーなんですけど、これ赤っぽいやつはこれピューマのテリトーなんですけども、この人のヒントを見ると、熊のテリトリーから3マス以内みたいなことが書いてあるわけですよね。なので、これ、一人分だけの手がかりだとわからないんですね。これたくさん読むとネタバレになるんで読みませんけども、つまり、例えば B のプレイヤーの方を見ると、山から1マス以内にあるぞとか、C のプレイヤーの見ると、海から2マス以内にいるぞとか、もうそういうことがヒント書いてるんですね。だからこの3つ、3人だったらこの3つに書かれてる条件を満たせるところに探し求めている未確認生物がいるということになってるんですね。つまりこれだけ見ても答えわからないですね。この人数に応じて出されるヒントをすべて合致する条件のところを探していきましょうと、こういうわけになってるんですね。じゃあプレイはどうしていくかってことなんですけども、これまたよくできていてですね、
当然まあこのコマを使っていくわけなんですけど、手番に来たらできることはね2個しかないんですね。1つが質問すると、1つが探検するなんですね。まあいわゆる本当の一般ゲームがあるやつだって、他人の質問する、例えば犯人は男ですか女ですかとか、ダイヤモンドは白ですか黒ですかとか、赤色を持ってませんかなんて質問ができるっていうので、繰り返して答えを見つけていくっていうわけなんですけども、これも全く同じことができまして、質問するってなると、例えばここにピッてこうやったら、ここに生物は住むことができますかっていうのを誰かを狙って質問できるんですね。で、誰か質問すると答えなくちゃいけないんですね。答えるときは非常にシンプルになってまして、これ丸い方進めます、四角い方進めません。だからこれキューブは進めないんですね。これが進める。だから紫のプレイヤーに私質問すると進めるんですよって言うと、お、紫の人からするとこれは進めるゾーンなんだっていうのは少しわかるっていうことですね。つまり3人分揃えばそこ答えなので、これがまず一つは質問するんですね。で、ここがよくできているのはですね、まあ、どんどん質問してはいいじゃんと思うんですけど、住めませんと、ここは住めないゾーンですと言われた時なんですけども、その時は質問した私も住めないところの情報をどっか渡さないといけないですね。ここは住めませんと、こういう感じなんですね。つまり質問する、ここに住めますかって次のプレイヤーがじゃあ質問したら、じゃあ私に質問されたら、いやいやそこは住めませんよって言うと、質問した相手もじゃあここも住めませんっていう答えを出す。なのでお互い質問することによって、あ、住めるんだって分かった時は全員その情報行きますよね。あれは住めるんだっていうのは分かる。住めないんだっていうことを答えられたら、私自身の情報も出さないといけない。こういうですね、単純じゃない仕掛け。まあ、その代わり結構マップ広いですからね。こういう仕掛けが一つあります。で、もう一つのところは、逆に言うと、これも答え合わせですね。あそこに違いないなんてことすると、探検するって言えるんですね。つまり、まあ、ウームに会いに行くみたいなもんですけど、じゃあここです、ピシッって言うと、隣のプレイヤーから住めますか住めませんかって言うと、あー、ご正解で住めます。次のプレイヤーどうですかって言うと、住めますか、いやいや、そこは住めますよっていう。でしょ、住めるんですよって言ったらもう正解ですよね。ここです。ここが正解で見つかる。これで勝ちですよね。なるか、一人目は住めますって言った。やった、いいねって言うと、二人目は残念、住めませんって言うと、ここ止まるんですね。あいたー、違ったか。なるほど、緑のプレイヤーはここ住めるけど、紫のプレイヤーから住めないんだっていうことが分かった。っていうことでプレイが終わりですね。なので、手番では誰かに質問、A さん、ここって住めますか？ピッて聞いてもらって、あー、ご推察ですよ、そこは住めますっていう答えが返ってくる。のか、 C さんここは住めますかって言うと、残念断然ここは住めませんよって答えられたら、あちゃ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 、僕も住めないとここ情報出さなくちゃっていう、この質問するね、どっちの答えであってもだんだんみんな情報出てきます。するか、分かった、さっきのこれ間違えた、海から近すぎたんだ、ここならいけるだろうっていう探検ってやると、隣のプレイヤーから住めますか、あーご推察で住めます、次のプレイヤーもそうです、そうです、住めます、住めます、私からも、あーそう、全員住めましたっていうと、ここがターゲット、こういう感じになってるゲームなんですね。つまりもういわゆる従来の推理もんですね。いわゆる殺人事件が起きるゲームもたくさんあるわけですけども、どこで誰が何を持って殺人を犯したかってたくさんありますよね。例えば宝石でも何色のどんなカットのやつで何個盗まれたかなんていうのもありましたよね。いろんな A、B、C、誰がどこで何をみたいな要素を合体する推理ものはたくさんあったわけなんですけど、これウーム見つけるから、ほにゃらら以内のところには、つまり熊の場所にいるとか、山から2マス以上離れてるみたいな断片的な情報がここに組み込まれているので、この中からうまく全員のやつをヒントをもらっていきながらここをする。だからよくある推理物のやつって、みんなから質問したやつをここにメモしていって、あいかん、メモ間違えてたわ、ぐちゃぐちゃになったわ、なんていうことよくあるゲームなんですよね。誰かがミスって壊れたって、その人も、まあ、単独で壊れるだけなんで、その人は返すのだけなんですけど、これはないんですよね。全員共通な推理ボードがここに見えていて、みんなの答えは必ずここに見えている。もちろんこれ誰かがミスってここ回答したらこのゲームぶっ壊れてしまうので、ミス回答だけは避けねばいかんゲームなんですけど、勘違いしちゃった、俺海から2マス目ダメだったけど全部いいって回答したわったら、もうぐちゃぐちゃですよね。でもダメなんですけども、まあ、それは避けねばなりませんが、なぜならみんな答えを知らないからですね。ありそうだけど、それは避けねばならんのですけども、メモをするっていう行為は不要なので、必ずここの全員共通のところに、ここは住めますかって言うと住めますよって答えてもらえるか、ここは住めますよって聞くと住めませんよ、ああじゃあ私も情報を出さなくちゃっていうか、推理してここだって言ってみんなに当たるかどうか聞けるっていうのができるかな。この2つしかないっていうのを進めていくっていうのがあるので、非常に推理ゲームでここの共通ボードが見えているので分かりやすい、しかも推理の違いがあるっていうので、あ、なかなか面白い仕掛け考えてきたなと思うんですよね。でしかももう1個あって、さっき
ここはプレイ人数があって、まあどこを見なさいって書いてるんですけど、ここにもなんか書いてるんですか、数字が。これがみんながわからなくなった時の、ここに共通のヒントっていうのが書かれてるんですね。これ全員が聞いてもいいヒントなんですけどね。まあある条件に対してこれももうしゃがらわかんない、みんな聞こう聞こうって言うとここに聞けるんですけども、じゃあこのマップは何番ですっていうと、例えば熊から2マス以上離れてますみたいなことが全員に聞けるというようなことがあって、徐々にわかっていくと。こういうゲームになってます。なので、推理ゲームね、たくさんあるんですけども、基本的にですね、よくある推理ものって、いかに自分の手元に綺麗に推理マップを作るかっていう、丸ペケ三角だったり、十字マップだったり、いろんなものを作るわけですけども、いうゲームにどうしてもなりがちなんですけども、これもしっかりした推理ゲームなんですね。みんなが断片的に持ってる情報、何々から2マス以内、海にはいない、円柱から3マス以内とか、いろんな情報を合体したら、総合すると、ここしかないわなんてことを見つけていくってゲームなんで、まさしく歴史とした推理ゲームなんですけども、ここのマップに全員共通のものが見えていて、だん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 分かっていく、確実に増えていきますよね。だってコマどん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 こう増えていきますから、これを見てゆっくり推理できるっていうところがこのクリプティッドのですね、まあ確かに海外でも魅力だと言われる、結構海外の私のタイムライン評判だったんですよね。何が面白いんだと思ったんですけども、ただのボードゲームじゃないかと思ったら、このマップ見て推理もんだと思う人なかなかいないと思うんですけども、推理問だっていうのが非常の特徴ですね。でこちらの問題集の方も難しい難易度のものと簡単な難易度のカードがもうこれでもかっていうぐらいね入っていますが、しかもここを見てもねすぐ答えが分からなくていいっていうのがねいいですよね。でただ、まあ、ちらっとねやってみた感じで気になるのは3人4人5人なんですけど、3人はちょっとやっぱ厳しいかなと思いますね。さっきこれね他の2人のやつが分かったらすぐ答え出ちゃいますからね、1、2っていうの分かればまた自分だってことなので、3、4、5があるけど3人はちょっとおすすめしづらい構造なのかなというふうにちょっと思いますね。5人は逆にちょっと情報が分散して辛いので、4人がやってみた感じだとベストなゲームなんじゃないかなと個人的には思います。まあ、あっさり見つかった方がいいとか、難しすぎるよって方は逆に3人の方がいいですし、俺はもっとしっかり遊びたいよっていう方は5人の方がいいと思いますけども、4人がほどほどでいいんじゃないかなと、なんとなく個人的には思ったので、ちょっとプレイ人数の幅がおすすめ、私がね、おすすめするときはちょっと幅が狭いかなという感じがせんでもないです。ただ、新しい推理もね、試してみたいということの時はですね、これかなり、まあ、絵もね、綺麗にポップな感じになっててね、楽しいので、面白いんじゃないかな、なんていうふうに思います。はい、というわけでですね、クリプティッドをご紹介いたしました。まあね、本編でもね何とか言いましたけどね、この箱を見て推理ゲームともなかなか難しいんですけども、いや、あのマップをね利用した推理、つまりよくある凶器も出てこないね、殺人犯人も出てこない、そりゃそうですね、探すの有無ですからね、なんだけどそこをうまく砂漠だ森だ海だピューマが住んでる熊が住んでるエリアからホワンホワンだっていう条件を合わせることによって場所を特定できるっていうところはですね、なるほど確かに推理ゲームだな。ただし手前のところにこまこまメモをしなくちゃいけない、まああれは面白いんですけどね、しなくちゃいけないっていう要素は全面的に排して共通のボードでみんなが見えてるところで推理すればいいっていうところがうまくできてるんじゃないかななんていうの思いました。で途中ご覧いただいたら私が持ってこれ A1 なんですね。なので各プレイヤーのヒントのところが全部すべて英語になってるので、まあそこはちょっと苦手な方いらっしゃるかもしれません。でただ幸いなことで2019年の3月末現在はですね、日本国内にもこれの和訳付きバージョンはいくつかのショップさんの方で取り扱われているようなので、推理ゲームやってみたいなだけどちょっと難しそうだなっていう方はこれね割とねおすすめなんじゃないかな。ちょっと箱絵が怖いのが難点ですけどね、私だけですかね、ちょっとこの箱絵怖いんですけどね。この後ねカタコンビアなんかのね他のゲーム出されてる有名なアートワークのねデザイナーさんなんですが、まあ、ちょっと怖かったかなという感じがね推理もんしてはしたりはしますけども、中身は全然問題ない面白い推理ゲームになってます。ただしもう一回言いますけども、4人がおすすめじゃないかななんていうふうに思います。はい、というわけでですね、今日はですね一風変わったタイプの推理ゲームクリプティッドをご紹介いたしました。ザ・ゲームギャーチャンネルのR99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですねプレイレポートなどをお届けしております。もしですねこのチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。